あら、その人、ゆうべお店に来てたお客さん、なんでそんなひどいことするの？ルポライターだってさ、こいつ。え？ずっとはるかちゃんのことをつけてたんだ。写真撮られたらまずいんだろ。この町の人たちはみんな何も言わねえけど、はるかちゃんがこういう奴らから隠れたがってるって事情も本当は分かってる。多分はるかちゃんもそれは気づいてたろう。特に南雲の頭なんかは芝居が下手だから。でも俺らはこれからもずっと何も知らないふりし続けるよ。この町の人間はみんなはるかちゃんのことが好きだから。ゆうたくん、気まずいだろうから俺はもう清美さんの店には顔出さない。だからさ、できればはるかちゃんはずっとこの町にいてくれよな。宇佐美優太、俺らの目の前にずっといたそいつが沢村ハルトの父親だ。う、嘘じゃろ。ユータ、踊れ、何黙っとるんじゃ。なんとか言わんか、こら！すいません！お前が、はるかと。なんで早う言わんかったんじゃ、このバカタレ！踊れ、心当たりがあったんじゃろが。それを、なんでじゃ！達川が、ハルトの父親だって話だったから、まさか俺だとは。おう、ちょ待て、ユータ。お前、ハルカちゃんと、その、ゴムとかつけんかったんか。なあ、ユータ、嘘じゃろ。嘘じゃったら嘘と正直に言えや。自然とそうなったから。だって一回だけだったんす。まさか一回だけで。このバカだね。よせ、今そんなことしてる場合じゃねえ。親分、俺には腑に落ちません。雄太本人も知らなかったのに、なんであなたはハルトの父親がユータだと。確かにそうじゃ。
いろいろややこしい話でさ。な、そうだろう？なんじゃ踊れ。お前は舛添。なんでお前がここに。舛添。広瀬さん、約束は守ってもらいますよ。これで俺はもう採用会にも陽明連合会にも戻れなくなる。今あんたに見捨てられたら俺にはもう逃げ場がない。なら全部ごまかさねえで話せよ。そうすりゃどこでも逃げられるように俺からクルス会長に口聞いてやるから。は、話がまるで見えん。一体何なら、こりゃ。なんで俺がユータを坊主の父親と知ったかってとこまでだったよな。そもそもの話、一番最初に沢村遥の妊娠に気がついたのはこの松江と辰川でね。それがなぜかっていうと、こいつらユータのことをおかげの頃からずっと監視していたからだ。ユータを監視？なんだよそれ。なんで俺が監視されなきゃいけねえんだよ。それはお前が採用会の後継者だからだ。ああ？宇佐美優太は採用会の総帥老の血を引く実の息子だ。な、何言ってんの？老の息子はジミー・ローは3ヶ月前にカムロ町で殺されたはずだ。話が見えねえぞ、舛添。ジミー・ローも正真正銘ボスの息子だが、宇佐美優太はその弟。つまりジミー・ローがカムロ町で死んだことで、そいつは採用会の正当な後継者になったんだよ。桐生さんたちにも分かるように説明してやるんだな、舛添よ。採用会ってのは昔から弱肉強食の大陸を生き抜いてきた中国マフィアだ。だがその内部でもボスの座を狙って手下どもの裏切りが繰り返されてきた。だから採用会のボスはその防止策として血の絆を何より重要視する。血の絆？血縁ってことか。ああ、組織の幹部は常にボスと血のつながった身内で固められる。あのエドもボスのいとこでな。そして組織の跡目を継げるのはボスの血を分けた子供だけだ。だがボスの後継者になる子供が2人以上いれば何が起きるか分かんだろう。跡目争いだ。後継者一人一人にそれを担ぎ出す派閥が生まれて、組織は敵味方に割れる。だからそれを避けるために採用会歴代のボスは2番目以降の息子を遠くに送って隔離してきた。殺さずに生かしておくのは長男にもしものことがあった時後継者の保険になるからだ。ユータがその保険っちゅうわけか。そんじゃこいつも混じりっけなしの中国人なんか。そんな話急に言われたって信じられるかよ。信じる信じないはそっちの勝手だ。だがお前は親のことを何も知らず、物心つく前から施設で育ったろうが、俺と辰川は
そんなお前をガキの頃からずっと陰で保護してきたんだよ。真実に気づかせないように、死なさないように、何年もの間な。それが採用会から俺たちに与えられた命令だった。俺たちは親に捨てられ、採用会に拾われた兵敗つだ。組織に与えられた人生しか許されねえ。それじゃ達川はそのために俺のダチになったのか。ガキの頃からずっと。あいつはお前に中国語も学ばせたろ。そう押し向けるためにお前好みの中国娘を手配したのは俺だったがな。それもお前が万が一後継者になる場合に備えてのことだ。くっ。俺たちはお前の全てをすぐそばから監視していた。何から何まで俺のことを見てたってのか。沢村遥との出会いから慣れ初めもな。なんなら全部この場で言ってやろうか。だからこそ俺たちは彼女が妊娠したことにもいち早く気づいた。バカなお前はその時も何も知らず能天気にしてたもんだ。それでお前は達川と一緒になってあの子に子供を下ろせって言ったんだよな。な、そうか。ほんなら清美さんはその電話を聞いたんじゃな。達川が赤ん坊を下ろせ言うとったんはそん時のことだったんじゃ。血の絆を重んじる組織が日本人の汚れた血など許すわけがなかった。それに保険でしかない後継者の血筋が無駄に増えれば後々組織に災いを招く。余計な目を摘むこともお目付け役の仕事だ。踊れ、勝手なこと言い合ってからに。だがその矢先、今から1年半前、沢村遥はこの町から忽然と消えた。そこの広瀬さんが俺らの前からずっと彼女を隠してたんだ。ですよね、広瀬さん。その時俺が真っ青な顔したあのお嬢ちゃんに会ったのは散歩がてらのほんの偶然だったんだよ。自分の選んだ男が中国マフィアのボスの子だのなんだのって聞かされてさ、その関さんに中絶迫られたそのすぐ後だぜ。普通でいられるわけやねえよな。あの子が事情を話すまではえらく時間がかかったけど、まあ俺の方にはいくらでも暇があったからさ。あの子は自分の腹の中にできた小さな命をさ、でたらめな理由で下ろすなんてことが許せなかったんだよ。てめえの都合で子供を振り回す親ってのに、なんか思うとこがあったらしいな。要するにその坊主にはめっぽう強い母親がついていた。俺はその母親に子供を産む時間と場所を用意してやっただけだよ。そのおせっかいのおかげで俺と達川は沢村遥を見失った。だが俺たちはそのヘマをボスには報告しなかった。所詮宇佐美優太は保険の後継者で誰にも注目される存在じゃない。達川と俺が黙ってりゃ優太本人でさえ知らないことだ。何もなかったことにして済ませられるはずだった。その後採用会が神室町に進出してきたが、俺と達川はそのまま隠し通すつもりだった。だがそうもいかなくなっちまった。牢の長男が神室町で岩見恒夫に殺されたからか。ああそうだ、ジミー・ローが殺されたことで雄太は後継者の保険から本命に格上げされた。そして組織は
ユータを採用会の後継者として迎え入れるために徹底的にその身辺を洗い始めた。つまり俺らの隠したヘマがバレんのは時間の問題だった。だから俺と達川はそれこそ血眼になって沢村遥の行方を追ったよ。組織に気づかれるより先に俺たちが赤ん坊を見つけてボスに報告するためだ。それ以外に俺たちの助かる道はないと思った。先に沢村遥と赤ん坊を見つけたのは達川だった。この神外町からそう遠くねえ偏僻な集落で広瀬さんにかくまわれていた。俺たちはそれを知ると全てをボスに報告し、報告を聞いたボスは何の躊躇もなく赤ん坊の始末を命じてきたよ。踊れる、一体何じゃ。小柄な赤ん坊本気で殺そうっちゅうんか。ああ、あのローガ、そんな血なんてもんにこだわるくだらねえ男だったってのか。あんたから見りゃそのくだらねえことがあの採用会って組織にとっては何よりも大事な掟なんだよ。価値観の違いってやつだな。赤ん坊の所在を突き止めた俺たちは機会を待った。沢村遥と赤ん坊は広瀬さんから失踪したように見せる必要があったからだ。もし採用会に赤ん坊を始末されたと雄太が知れば死んでも後継者になるとは言わねえだろう。だがそこで俺の予想もしてなかったことが起きた。達川がボスから始末するように言われたその赤ん坊を採用会に敵対する岩見恒夫に売ることで寝返ろうとしたんだよ。達川は命令通り問題の赤ん坊を殺したところで採用会に許される保証はないと踏んで岩見恒夫を頼ったってわけだ。そして奴は俺の目を盗んで沢村遥と赤ん坊をカムロ町におびき出した。だがその後一体何があったのか。あの日カムロ町に出てきた沢村遥を引いて逃げたのは達川の車だったんだよ。達川が遥ちゃんを、あいつはなんでそんな真似を。これは俺の想像だが、あの事故は達川にとっても望まない結果だったはずだ。結局達川はあの事故で赤ん坊を取り逃がしたわけだからな。達川が遥を引いたって話、本当に間違いねえんだろうな。確かだよ。そして事故以来姿消してた問題の赤ん坊はいつの間にか堂島の竜の腕ん中にいたってわけだ。くそ、一体何がどうなっとるじゃ。あとはあんたらも知っての通り、達川は採用会に殺されたよ。赤ん坊を岩見恒夫に売ろうとしたことがバレてな。あいつの殺され方見たか。そばで死んでた恋人の女はあいつが江戸に脅されながら自分の手でやったそうだぜ。江戸が笑いながらその時のことを話してくれたよ。江戸は女が死ぬのを達川にじっくり見せつけた後、
喉を切り裂いて心臓をめった刺しにした。いくら斎王会に忠誠を尽くそうが、俺もいつ立川と同じ運命になるか分かったもんじゃねえ。何を泣きよるんじゃ。自業自得じゃろうがバカたれ。俺が知ってることはこれで全部です。広瀬さん、約束通り俺をかくまってもらえるようクルス会長に言ってもらえますよね。南雲、坊主をしっかり抱いてやろう。え？こいつら、ハルト狙ってるか。クソ、なんじゃ踊れる。みんな下がってろ。親分とハルトを頼む。へい。
じゃ。그놈은건들지마라내가직접처리한다오마이한준키난데오마이가ここに그사そこをどけ邪魔だ아기를빼앗았으니이제그만가시죠キリュウさんあなたとはこんな形で再会したくはなかった今日はこれで失礼しますThank you.
ユータ。兄貴。ハルトはどうなった？それが、俺も途中、ハルトのことは頭が連れて逃げてます。うまく連中を振り切っててくれればいいんすけど。どうなったかわからねえってことか。ええ。でも、組の事務所で待ってれば連絡があると思います。毎度ありがとう。またよろしくお願いします。時間食っちまった。ありがとうございました。